はい、それではね、こちらスワニープロデュースの、シリーズの紹介になります。この記事はですね、ナチュラルタンブラーソフト加工をね、施してあります。コットン&リネンのね、プリントになります。で、まずね、この記事の特徴なんですけども、これね、スワニーがね、プロデュースさせていただいた作品になります。まずね、一番こう、力を入れたところ、もちろんね、柄もそうなんですけども、この風合いなんですよね。土台が綿麻シーチングになるんですけども、この風合いですね、こう、タンブラーソフト加工っていうね、すごくね、こう、ナチュラル感とこう、柔らかさがね、こう、特徴の加工を施した生地になります。やっぱりね、これね、洋服をイメージして作ったね、生地になります。イメージで言うとね、綿ローンの、綿麻バージョンみたいなね感じで、やっぱりこう春から夏にかけてね、そういったシーズンにねこう使っていただきたいなと思います。柄もね、ベーシックなこう花柄になるんですけども、色目もねすごく実はねシンプルなんですけども、一個一個ねこだわり抜いてね作ってますので、ぜひねお好みの色をねこう探していただきたいなと思います。子供服なんかもねすごく相性がいいと思いますので、幅広い用途でねぜひね使っていただきたいなと思います。はい、それではね、生地の厚みいってみましょう。はい、これね、素材の方がコットンシーチング、ごめんなさい、綿麻シーチングになりますので、まあ、程よい肉感はあるんですけど、どちらかというとね、こう軽やかなね、こう厚みになります。やっぱりこう春から夏にかけてはね、そんなシーズンに使っていただきたいなと思います。はい、で、次にですね、風合いなんですけども、ここがすごくいい感じでですね、やっぱりこう、綿麻素材にこう、タンブラー加工かかってますので、とにかくね、こう、ナチュラル感をすごくね、こう楽しんでいただける、そんな風合いなんじゃないかなと思います。あとね、こういったねこう軽さですね、軽さとこう柔らかさもねこう融合してね、すごくねこれはねおすすめできる風合いなんじゃないかなと思います。ナチュラル素材がね好きな方なんかはね本当に癖になりそうな、そんなね風合いなんじゃないかなと思います。で、まあ、厚みもねやっぱりこうシーズンのねこうちょうどいい厚みになりますので、トップスからねボトムスワンピース、作品ねこう全般にこう使っていただけるんじゃないかなと思います。で、意外とねこれ接着芯を貼るとこの細かい柄がねこう生きるこうバッグとか小物なんかもね実はね作れますので、まあ例えば洋服のちょっとね余りが出たよとか、もちろんねこれでバッグ作りたいなとかポーチ作りたいなっていう方なんかもねおすすめになっております。はい、で次ですね、生地の、ドレープですね。はい、ドレープもこんな感じですね。これもねこうナチュラルなね、ドレープ楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で次ね、透け感もちょっと見てみましょうか。こんな感じですね。意外とね、透け感少ないんじゃないかなと思います。この辺もねぜひね参考にしてみてください。はい、以上になりますね。スワニープロデュースのね、生地になりますので、ぜひね、ちょっとこのこだわりをですね、感じながら、作品作りにね、こう、生かしていただければね、本当にね、こう、嬉しいかなと思います。作品のご紹介をいたします。たくさんね、作ってみました。ね、まずこちら、ワンピースになっております。素敵ですよね。で、花柄はね、本当に小花柄がとても綺麗だったので、シンプルな、ね、デザインで作ってみました。で、ノーカラーっていうのがね、今の季節だとね、ストールなんかも合わせやすいんじゃないかと思います。で、身頃も程よいフレア調になっておりますので、短めの丈の、ね、ワンピースですので、下に、ね、パンツなんか重ね着してねいただけるとコーディネートも楽しめるんじゃないかと思います。ね、素敵に仕上がっております。で、あとブラウスも作ってみました。こちらになります。こちら前から見ると本当にシンプルなデザインなんですけれど、後ろにね、アクセントのあるデザインなんです。こちら後ろ姿素敵なんですよ。柄だからねちょっと目立ちにくいけれども、これねオーバー布がついてるんです。後ろ身頃の上に重なるように右と左からねオーバー布がついているデザインになっております。で、後ろ姿アクセントになるんじゃないかなと思います。でね、オーバー布の周りカーブなんですけれど、そこもねこうした細い三つ折りなんかも仕立てやすいね素材になっております。
もう一つブラウス作ってみました。こちらは襟ぐりのところにねスラッシュ開きがあるのがアクセントになる、あの大人の雰囲気のねブラウスになっております。で1枚あるとねコーディネートもしやすく便利なねデザインなんじゃないかと思います。そしてねボトムスも作ってみました。こちらね履きやすいワイドパンツになっております。スワニーでもね人気のデザインになります。両サイドにね大きめのポケットがねついているのもアクセントになっております。ね、こちらもねこれからね暖かくなってね上 T シャツなんかともね合わせやすいタイプですので1枚あるとね便利なパンツなんじゃないかと思います。でこうしてねあのパンツからワンピースまで大人のお洋服もおすすめですし、可愛くね子供服も作ってみました。ね、爽やかな雰囲気に仕上がっております。ね、やはり柄を生かしてねシンプルなデザインで作ってみました。ノーカラーでこうフレアラインのねシルエットが可愛らしくね仕上がっております。ね、とても扱いやすい素材ですので、こうしたねフレアとか A ライン調のシルエットも綺麗にできますし、あとギャザーとかタックとかね入れていただいても素敵に仕上がると思います。ぜひね春を楽しみながらね作っていただけたらと思います。